むしろ増えたことがあったらちょうどいいんけど。あ、ちなみにこの後どこ行くかなんですけど、なんか端っこ同士をね、つなげるバスとかなんかないかなと思ってたんですけど、まあ絶望的にないですみたいですね。で、予定としては、さあ、全然見えねえ。大変来てるんで、パルマ南の方に行くのか、イタカノの方に行くかですけど、特になんか斜めに走ってるバスとか何かがあるわけでもなく、モノレールでパルマ市に出てってのもちょっと思ったんですけど、野球そっからもあるらしいんでね。それで逆に南茨城の方出ちゃって仙独に行くのか、まあそれだったらもう直接戻ってた方の方がいいですしね。悩ましいところですね。ああ朝飯が食いたいな。なんか朝飯食えるとかあったらいいんやけど。なんか特になさそうなんですね。サバイメガネな。めっちゃ東海運営のムチさんみたいな。あれ、納得いけろ。まあ、メガネ屋さんならね、どうしてもメガネの客体になりますからね。いたしかたないね。そっちは何な？麒麟堂とよく入ってんのか。大阪市もまああるけど、朝から空いてへんよな。まだ入ってへんな。ちょっと中見てきましたけど、あれですね、まだ食品売り場しか開いてない。で、一般の地方もちょっと開いてたんですか。ご飯食べるフードコートとかあの辺りは10時オープンということなんで、ちょっとまだだいぶ時間がありますね。で、ここら辺は京阪バスなんか。へぇ。こっちかはもう、朝飯食う人のところは案外ないね。日産のディーラーやしな。あ、なんで、もう一駅行ってみましょうか。そこも勝ちすれやもんな、コーナー。あ、吉野家がある。吉野家でいっか。それかいい。
伊坂沼までは出ちゃうか。吉見の橋なんだよな、あれがこっちの信号の手前側やったらあれやったけど、また道はこんな感じですね。あ、そっちの奥とかにもでも朝飯はなさそうね。うん、なるほどな。よし、そこに地下道があるよ。まあ、とりあえずで次は伊坂のかな、そっちの方向かってきましょうか。飲み物だけ、あ、しまった、飲み物だけ買っときゃよかったな。